不流。不流株式会社は、東京都渋谷区に本社を置く日本の企業、プリントシール機やプライズの製造販売、スマートフォン向けアプリを中心とした、若年層向け携帯コンテンツの作成、運営、家庭用ゲーム事業、映像コンテンツの制作等を行う、総合エンターテインメント企業である。オムロンの100%出資会社だった。 旧オムロンエンタテインメント株式会社略称オジェがマネジメントバイアウト方式により2007年4月1日経営陣によって設立された新会社フリュー HD に事業を譲渡同時にフリュー HD はフリューに社名変更し株式会社ウィーブと資本業務提携したまた二千十八年九月には株式会社コアエッジの株式を追加取得し 連結市会社としている。本社所在地は東京都渋谷区うぐい町。かつては愛知県一宮市に本社を構えていたが、現在は一宮事業所となっている。社名の由来は風流より、本来風流とは、みやびやかな物風税のあるものを指す。また、中世には風流と呼んで、人の目をパッと引く風税ある作り物、祭礼に出る。 きらびやかな練り物、あるいは美しい踊りを指す。このことから風流とはもともとエンターテインメントの美意識を表現する言葉だったとし、人々の心を豊かで幸せにする良質なエンターテインメントを創出する、を企業理念としている。グループ会社に出版物の企画、編集、翻訳、売買や知的所有権等の取得、使用許諾、 売買等を行う100%個会社の株式会社ウィーブとオンラインゲームの企画、制作、運営、海外展開等を行う式会社コエッジがある。2016年現在国内シェア約70%を誇り業界トップである。年に2から3回新商品が発売され、主に撮影したシールの用紙補充によって利益を上げるビジネスモデルによって 新規営業やマーケティングコストがかかりにくい。もともと同社の写真シール作成機の参入は1997年と業界最後発であった。しかし、参入当初からオムロンが得意とするセンサー技術を活用し、携帯電話のメールアドレスを筐体に入力すると、撮影した画像のダウンロード URL が携帯電話に届き保存ができるサービスが好評となり、 同サービスの会員に対して取得したメールアドレスへのメールが配信など、公式コンテンツへの誘導を行うなどのリピーター、獲得策が走行し、業界シェアトップとなった。現在、画像取得、閲覧サービス、ピクトリンクは1000万人を突破し、有料会員率も15%を超えている。2012年4月からは、プリントシール機専門店舗の直営運営事業も行っている。 主なユーザーは女子中高生だが、その他にも小型プリントシール機、リンコなど性別、年齢を問わず、映画館や全国の観光地で採用されているタイトルや、照明写真が撮影できる、フルビューティースタジオといったタイトルもある。2012年には、社内部署として、ガールズ総合研究所が設置された、同社プリントシール機事業の顧客を多くを占める、 女子中高生ユーザーへの同社のブランドマーケティング力を活かし、フリーマガジン、ガールズトレンドの発刊や、女子中高生、女子大生を対象とした、意識調査、外部機関とタイアップした、共同研究、2016年1月からは100円、ショップダイソーとのコラボ商品の売りといった、ブランド展開が行われている。2018年に、同業他社であったメイクソフトウェアが、 経営破綻して以降、アミューズメント業界では、不流一社の独占状態となった向きもある。詳しくは、不流ミュージアム、過去機種一覧を参照のこと。ガールズミニョーン、ガールズミニョーンの名前で、同社プリントシール機関連商品や、販売促進用のイベントを行う、直営店舗運営事業を行っている。ガールズミニオンは、第1号店である、新潟店をはじめ、首都圏や、 地方のショッピングモールなど、大型商業施設を中心に2016年11月、現在全国17店舗を展開しているほか、東京都渋谷区の渋谷109内には、アーティストキャラクター、映画などとのコラボレーションによる、プリントシール機の専門店、カラボーミニョン、コラボミニョンもある。アニメコミック作品のゲーム化タイトルと、フリューオリジナルタイトルの2軸で展開されている。 プロジェクトレーベル、語る人過去のインディーズアドベンチャー作品を任天堂 t e ー d 3DS に移植して発信する同社のレーベル。ゲームタイトルの他に任天堂 t e ー 3DS を好みのテーマに着せ替えることのできる着せ替えサービスを発売している。以下は同社が発売するタイトルの一部、など。撮影したプリントシールをスマートフォンなどのデバイスに取得し交流できる。 ソーシャルネットワーキングサービス、ピクトリンク、ファッションや健康情報系の女性向けキュレーションサト、いわゆるまとめサイト、さらにオンラインゲームといったスマートフォン向けアプリの展開、運営を行っているオンラインゲームタイトルについては一部深夜枠でのテレビ CM も放送されている。また、2014年1月にオンラインゲーム会社コアエッジの株式を一部取得し、 同社の持ち分法的用グループ会社となっているグループ会社保有タイトについては、それぞれの企業の記事を参照。以下は、主なタイトル一覧。プリントシール機連動 SNS。キュレーションサイト女性向けンアイサーキュレーションゲーム。その他オンラインゲーム。国内向けの電子商取引。e コマース事業として、カラーコンタクトレンズ通販サイト、ミューコンタクト、ミューコンタクトを運営している。 また、2016年9月には、自社オリジナルのカラーコンタクトレンズ、ルミア、ルミアの発売も開始した。プライズゲーム専用景品、キャラ広場として、クレーンゲームなどのアミューズメント専用のプライズ、景品を発売している。取り扱う半券は、サク x やサンリオなどのファンシー系、アニメコミック作品、音楽バンドアーティストをモチーフとしたキャラクターものと、 いったジャンルが多い。また、自社オリジナルキャラクターに、ネム猫がいる。ファンシー系など。アニメコミック作品など、音楽バンドアーティストなど、検証くじ、みんなのくじとして、ズれなしのキャラクターくじを全国展開している。以下は、同社の参入タイトル。一回五百円、一回六百円、一回百五十円、一回七百円、一回八百円。 2013年に株式会社ウィーブを子会社化し、アニメ制作事業に参入した。アニメ制作委員会の蘇生、ビデオグラムの発売などを行っている。また自社が制作委員会に参加した作品は、同社のプライズ、くじなどの商品化がされることが多い。子会社ウィーブのタイトルについては、ウィーブ主な作品参照を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。